オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。今回も12月21日月曜日からの1週間のドラゴンボールニュースをお伝えしていきたいと思います。それでは先週のニュースです。12月19日から20日にかけてジャンプフェスタ2021オンラインが開催されました。ジャンプフェスタ内で解禁になった情報を一部お知らせします。ドラゴンボールファイターズではスーパーサイジ4ゴジータとスーパーベビー2がプレイアブルキャラとして登場することが明らかになりました。その他のニュースはこちら。詳細はオフィシャルサイト内のニュースでも公開していますので、合わせてチェックしてみてください。それでは今週のニュースを紹介します。12月21日月曜日に V ジャンプ2月特大号が発売されました。スーパードラゴンボールヒーローズやドッカンバトルなどドラゴンボール情報が盛りだくさんです。連載中の漫画ドラゴンボールスーパーはついに新章に突入します。新たな展開を皆さんの目で確かめてみてください。12月22日火曜日にドラゴンボールレジェンズのウェブ番組が生放送されます。登場キャラクターについてとんでもない重大発表があるそうなので、皆さんもゲーム内のお知らせやツイッターからぜひチェックしてみてください。プレックスよりドラゴンボールアライズピッコロ大魔王バージョン B 通常カラー特別カラーが予約開始されました。ハイクオリティにドラゴンボールのシーンを再現するドラゴンボールアライズのシリーズ最新作、その再現度の高さとフィギュアとしての重厚感をぜひ味わってみてください。12月24日木曜日からゲームセンターなどでドラゴンボールスーパートヨタロウが描いてみた親子カメハメハ孫悟空バーダックが順次登場します。こちらは後ほど担当者を交えてじっくり魅力をお伝えしていきます。その他今週展開するグッズはこちらです。その他ゲームのイベント情報はこちらです。それでは今週のビクトルチャーのこれが気になる。今回は12月24日木曜日よりゲームセンターで順次登場予定のドラゴンボールスーパートヨタロウが描いてみた親子カメハメハ孫悟空バーダックをバンダイスピッツのプライス担当大山和也さんをお招きして紹介していきたいと思います。はい、バンダイスピリッツの、プライス担当をしております大山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや早速なんですが、まあ、今回この、トヨタロ先生が描かれたイラストを元にした、はい、フィギュアを作ろうと思ったのはどういったきっかけだったんですか？そうですね、スタートは、トヨタロが描いてみたのホームページに掲載されています、はい、まあ、座っているバーダックのイラストを、うん、あった、あのめっちゃかっこいいですね。そうですね、それを拝見させていただいて、はい、うん、ちょっとあのフィギュア化させてほしいっていうような話をしたのがきっかけになります、はい、そうだったんですね。でも確かに結構良かったですよね。でなんかそのイラストをその後に依頼するわけで、はい、その時なんかその先生にどういう風な感じで依頼されたとかあるんですか？そうですね、まあ、ちょっと個人的に悟空を作りたかった、まあ、バーダックがスタートではあったんですけども、はい、まあ、悟空を作りたかっていうところがあるので、うん、まあ、悟空をそうですねちょっとメインとしてイラストを描いていただければなというようなお願いを。じゃあ最初からその悟空とバーダックでこういう構図でっていう依頼ではなく悟空をお願いしたら。そうですね、まあ、悟空をお願いしたらもうかんこの新親子カメハメハのかっこいいイラストを上げていただいたので。あ、そうなんですね。いや、めっちゃラッキーだったですね。そうですね、見て衝撃的なイラストでしたね。はい、でそれで上がってきたイラストを見てまずどういうふうに思いました？そうですね、ちょっと想像してなかったので、はい、親子カメハメハを想像してなかったので、うん、まあ、本当に先ほども申し上げた衝撃でしたね。いや、そうですよね。やっぱなんかトヨタロウ先生自体もドラゴンボールめっちゃファンなんで、はい、まあ、そのファン目線も入りつつその今現在スーパーを描いてるからこそのなんかプライドみたいな感じるすげえかっこいい絵ですよね。ちなみになんかその絵を見てその後立体化していくわけじゃないですか、はいはい、その時なんか気をつけないといけないなとかそういうポイントとかあったんですか？そうです、ちょっとプライドとしては2人を
1商品として展開することが難しいので、うんはい、まあ、悟空1商品バーダック1商品として展開する中で、うん、うまくこの一つの台座で組み合わせる時のこの手の噛み具合だったりを、はい、注意しなきゃなっていう組み合わせ方ですね。ここですよね、はい、確かにすげえちゃんと合ってるもんなでも確かそうですよね。これ本来だったら、まあ、バラバラにクレーンゲーム入るわけですよね、はい、いや特にこのバーダックのこの姿勢というかこの首の角度すげえ豊太郎先生の絵がバッチリ再現されててめちゃめちゃかっこいいと思いますね。ちょっとコミックスの方も、はい、もう何回も何回も拝見させていただいて、はい、先生の特徴を見ながら研究室と一緒に、そうなんですね、はい、なんか苦労したポイントとかあるんですか、ここ難しかったなみたいな。そうですね、いただいたイラストがまあ一面というか正面のカットだったので、はい、その見えない部分、うん、奥行きだったり、はい、そうですね、その再現っていうところが結構、まあ、苦戦したところでもあり頑張ったポイントでもあるかなと、うん、まあ、私正面の絵だけですもんねじゃあこういう横とかあと後ろはかなりもう想像しながら、そうですね、やっぱ360度どこから見てもかっこよくできるように、うん、あ見えるように、はい、そうですね、造形してバランスをとってっていうような構成で、うん、あと色ですよね、色もすごいなんか綺麗に塗られていて、ここら辺もじゃあいろんなその、まあ、アニメだったり、はい、東大先生の、カラー原画だったりを参考しながら、そうですね、塗ってたって感じなんですね。どうしても血だけは入れたいなと思ってたので、うん、はい、血の表現だったりっていうところは、はい、もう結構こだわって入れたっていうところですね、うん、いやすごい。で今回キャンペーンをされるんですよね、はい、そうですね、ちょっとこちらの商品に、はい、ブラシをフルブラシを追加して、さらにカメハメハの交際を追加したスペシャルバージョンをキャンペーン景品として、はいはい、展開いたします。ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、あ、めっちゃ光ってますね。これ比べた方が分かりやすいかな。あ、これ単純に光がカメハメハの光を受けてるだけじゃなくて全体的に色が違う、色味が変わってきてるんですかね。そうですね、結構もう色も何個か塗り重ねて、うん、まあ、こっちはちょっと成型色っていうものが強いんですけれども、はい、まあ、ブラシを追加することで手塗りのような重厚感のある仕様になってますね、うん、いやすごい、バーダックのこのプロテクターもすごい光ってる感じ出てるし、でも肌の照り返しがすごいですね。はい、でこちらのキャンペーンに関しましてはドラゴンボールオフィシャルサイトに掲載してますので、そちらでご確認ください。はい、本日は解説ありがとうございました。ありがとうございました。以上、今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。